まあ、堀江選手、今、フッカーをやってますけど、もともとはポジションが違ったんですよね。そう、もともとエイトフランカーしてたから。で、そのエイトからフッカーに変わった時の苦労って何かありますか？すごいいポや、ジション転換だと思うんですよ。めちゃくちゃ苦労しかなかったよ。ほんま、つかな苦労、ほんま、いつまで苦労したかな。2007、2008あたりぐらいから、まあ、ポジション転向してやり続けて、その2015ぐらいまでは結構苦労したかな。いまだに苦労してるけど、一番苦労したのはやっぱそのスクラムだったり、ラインアウトのスローだったりっていうのは全然安定しなかったし、不安を抱えながらこうスローインも掘るみたいな感覚でやってたから、スクラムもほんま1、3番がに任しますみたいな感じで組んでて、どえらい苦労したよ。まあ、ナンバー8からフッカーって相当なチェンジですからね。せやな、相当なチェンジやと思う。スクラムもね、一番後ろからスクラム最前列に変わって、ラインアウトもね、ジャンプする側、リフトする側から一番前のホール側にも出ますし、まあ、そんな中でスロワーとしてそこで意識してきたことってあるんですか？転向してから。いやー、もう投げ込むことよね。意識して、もう投げ込んで、でもその投げ込む、何も考えずにただ投げ込むんじゃなくて、投げ込む際にもちょっとこう足の幅だったり、足の上下のその前後のあれだったり、ボールの持ち方だったり、スローする時のそのどこを使ってスローするのか、立ち方、自分の意識の持っていき方とか、それをこうちょっと細かいことをやりながら投げ込まんと、ただ漠然にこう掘ってて掘ると、まあ、その時はうまいこといくかもしれんけど、なんかこうスランプに入った時に、あ、なんで良くなかったやろうと、またゼロからそれまた同じことを繰り返すことになるから、自分の意識する場所、自分がこれ掘るっていう時に、こことこことこことこの意識する、良くなくなってきた、な、どこが悪かったっていうのはすぐ修正しやすくなるから、そこは意識結構してるかな。まあ、いつトラブルが起きてもそそこに立ちう、戻ればいい。掘りやすいように、それがもうメンタルの部分かもしれんし、メンタルじゃなくて体のこの変化だったり、手の置き方だったり、まあ、指がちょっと脱臼しててテーピングのせいだったりっていうのは、いろいろこう要因があるから、それが戻りやすいようには、まあ、したいかなと思ってるかな。あとはもうほとんど8割はほとんどこうメンタル的なとこが大きいから、どんだけこう強気で自分がやっていくかと信じて掘れるかっていうとこかな。特にこうミスした後ってこう消極的になっちゃうから、どんだけミスしてもミスしたこと忘れて自分がやってきたことをその前に出すかっていうのは、まあ、意識してやってる方がね。授業ならなとな。いや、もうシンプルに勉強になりいや、もう授業ですよ、これは。いやいい話をね、聞かせていただいて、身が引き締まる思いだよね。とんでもない。代表選手、まあ、ちょっと話また変わりますけど、代表選手に選ばれました、今回。堀さん、久しぶりにまた代表におられたと思うんですけど、今、堀さん、今年37歳。の年やね。まあ6やけど、7の年。僕32で、堀さん37歳。まあ、直人は何歳？25の年なんで、多分一回り。一回りか、ちょうど。そういった年齢ってやっぱ気になりますか？いや、まあまあ気にするよ。気にする気にする。あ、プレーとかあんまそんな関係ないけど、私生活とかで若いやつに接するのにこう、まあ気使うよね。変に喋られても多分めっちゃ気使うと思うし、25歳の俺がガンガン行ったとこでめっちゃ気使うと思うし、いや、もうおるだけで多分気使うと思うね。まだね、会って1日ぐらいだじゃあこれから代表メッシが久しぶりに合流して、から。若手の選手とのコミュニケーション結構気を使気い使ますうよ、気使うよ。だからあんま自分から行こうとは思わへん、多分気使うから。
まあ、来てくれたら楽ですよね。来てくれたら楽で、なんかもうこんだけ生活してたら絶対どっかで喋るタイミングあるから、今もそのタイミングやん。全然まだ来ないですね。いやまあそれは来れへんやろ。いやそこでね、行かせてほしいって。やばいっすね。来てもよ、別に別に来てもええけど。行かせてほしいっていうのはちょっと司会の僕が悪かったんですかね。いや僕です、すいません。いや止めてた。話したいです。話したい、話したい。いやでも昨日とか空港でその、まあ、初めて会って。ああそうやね。怖かったです。怖いって、まあ、そうやな。いや怖いと思うよ、36のおじさんは怖いやろ。だって人前ちゃうやろ、12ちゃうわけやん。確かに俺の12ちゃうねん、人だよね。そう、そう考えたら、ね、そうですね、39で、同じ業界とか同じ業種の人の12個上って言ったら、まあ、確かに喋りたくはない。もうこんな感じですよね、もう襟正して、うん、なるべくこう合わないようにこうなんかあ目の前におったらちょっと歩くスピード緩めようとか思っちゃうよね。ちょっと一歩後ろ一歩引いて、どっかいいタイミングあるから。しかも朝やったらめっちゃ機嫌悪そうな顔してやろ。あなんかあよろしくみたいなちゃうねん、ごめん眠たいね。3時半起きやったから。でもナオトはそういうタイミングを逃さないやつなんで。あそうなんや、はい、狙ってきますから。いつも見てるわけね。でもあの僕もう2年間過ごしてますけど、うん、とちょっと慣れてきたぐらいがあの危ないです。危ない、はい、運転と一緒やな、はい、慣れてきた時にグイグイっと、うん、来るんや、はい、でも、まあ、それはね彼のいいところだと思うんで。いいところだと思う。スクラムハーフは、ね、そうやっていろんな選手とコミュニケーション取らないといけないから。確かに確かに。っていうところを次でまた深掘りしていきますからね、ナオトに対して。ありがとうございます。久々なんで、しっかりとこう日本代表にやることだったりっていうことをしっかり頭に叩き込んで、せっかく選ばれた以上こういい姿を見せたいので、日本代表がいい結果になるようにしっかりとコミットしていきたいなと思ってます。まあまあ年関係ないと思うんだよね。もう気にせずいろいろコミュニケーション取りたいなと思いますし、まあ、僕からこうあんま取りすぎてもあれかなと思ってるので、なるべくまあそれともなるべくこう僕からも話はしたいし、僕もあと数年で引退っていうところがあると思うので、そういう僕の経験だったりという部分はそれが若い子たちに伝えれたらいいかなと思ってます。こう特別な場所とは僕は思うんですよね。まあ僕学生の時からこう国立ってなかなか行けないところで、勝ち進んでいかないとプレーできなかった場所ですし、でこう新しくなってね、選手としてはすごくこうモチベーション上がるようなあの場所なので、そこでいい姿を見せるようにしたいですよね。いつも応援してくれてる皆さん、皆さんの応援が僕らの力になると思いますので、ぜひ会場に来て僕たちのラグビーを楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。応援よろしくお願いします。